石巻市立大川中学校は、宮城県石巻市にあった、公立中学校。高知の北側に北上川を望む立地条件である。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震による津波では、校舎の1階部分が浸水する被害が生じ、生徒2名が自宅等で犠牲となり、1人が行方不明となった。震災後は、 石巻市立飯野川中学校の校舎を借用して学校活動が行われているが生徒数が20人に減ったため2013年3月に閉校した自他の生命を大切にしようとする心を育むための道徳教育の充実を研究主題としている望ましい人格の形成を目指し校訓、自主、協調 実践のもと、たくましさと、優しさを身につけた生徒の育成にあたる。ことを、学校の教育目標とする。歌があり、絵があり、花があり明るく子供たちの笑顔と、活気あふれる学校を目標とする。以下のような生徒を目標とする。創意と、活力、特色ある教育活動を目指し、以下のことを重点に教育課程を編成、実施していた。以下の小学校区を、 通学区域とする。石巻、大川中、平行へ、震災被害の大川省から新入生激減。朝日新聞。2013年3月6日閲覧。AB、叫ぶように、最後の応援過去の春平行の宮城、大川中。朝日新聞。2013年2月27日閲覧。ありがとうございます。